娘が高2になるときに、まるまるちゃんのママが言いました。娘は全く勉強しないのよ。中学受験もダメだったけれど、大学受験ももうダメだわ。母は心の中で思っていました。勉強しないまま高2とか、終わってるわ。気の毒ね。まるまるちゃんはもう助からないかもしれないわ。そんなまるまるちゃんも高2になって、塾に入ってからはガンガン勉強するようになり、最後は M 字大学に受かったそうです。M 字に？あの時の様子じゃもう助かりそうになかったのに。まあ、昨日感の底力、すごいわね。チャンネル登録よろしくお願いします。他にもこんな例がありました。お母さんが宗家、お父さんが T 大の家のお話で、そこの息子さんの中学受験が終わっていました。あらーん、ど中堅中学にしか受からなかったか。親がどんなに優秀でも、子供さんができないってことはあるのね。親が優秀なだけに残酷ね。しかし、そのお母さんは諦めませんでした。中学になっても息子の定期テストの勉強をつきっきりで見ていたそうです。それから6年経って、彼は一般入試で、早慶両方の合格をもらいました。やはり彼にも優秀な血がちゃんと流れていたのね。大逆転で思い出したのですが、うちの主人は後期の外国にギリギリで合格しているのです。義母は60年前、早慶の文系学部に受かったけれど、違う大学に進学したそうです。ん？母親が早慶の文系学部蹴り？外国ではなく、もっと大逆転できたんじゃないの？いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。